名前を覚えております？わかる分はわかるけど、これが、これカラシナだよね。カラシナの先っぽですよね、うん、で、これがカラシナエンドウで、これがフキノトウで、これミツバでしょ、これもミツバ、これが、あの、花の部分だっけ、カラシナの花の部分ね。で、これがノゲシ、一番最初に。はあはあ、で、これが、種付けバナナだね。これ多分柿同士だと思うんだけど。これがあれですよね、あの僕が、その、ちょっと。それ尺じゃないかな、これがすごいきついから。ああ、それか。わかんない。これ尺って、なんかすごい香りが強いから。でもこれも僕は、あの、鳥の、鳥小屋の後ろにあったやつですね。そう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 。これはどうやって食べるかわかんないけど、で、つくし、で、これが釣り金人参、これが、なんだっけ、ど忘れした、名前が出たかな、地にも生えてる、2種類あるやつね、ちょっとど忘れしました。これが箱辺、これが大箱、これ吹きかな、吹きだね、葉っぱね、でこれがセリ、尺、これ一番最初に取ったやつなんだっけ、陽明でなんとか言われたやつ、ね、マークじゃなくてマッシュ、マッシュ、マッシュだ、マッシュで、これヨモギでしょ、これはあのペンペングサの葉っぱ、ちょっと別名忘れちゃいました。で、これここに以上です。すごいですね。すごい、ね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17。まだ入った18、まあ20はかかるか。20ぐらい。20はかかるかってことだな。すごいね。